このマイスターハイスクール事業を始めまして、まあ、その産業講話、あとはその企業実習等ですね、その企業の方々、産業実の社会人の方々からこう言われるとやってみようかなっていうモチベーションにはつながってるのかなとは思います。実際企業実習とかで行った先でもっと勉強しなきゃダメなんだっていう意識で帰ってきたことによって大学をですね志す先生とか割合が増えてきた。実際企業に行ってみるとまだまだ全然知らない技術ばっかりで、なので大学に行ってもう少し勉強しようかなと思うようになりました。